可愛いの見つけたんですよ。これこのサイズがそのまま出てくるんか、最初ハンドクリームかなとか思って、ちょっとや見てください、このサイズめっちゃミニサイズだな。ほらこうか、ほらこれはこのサイズで出てくるのか、これは見本で実際はちゃんとしたカッパで出てくるんか、それから買ってみようお金を入れて、この紅茶っぽいの、あ、え、お釣り出てきた、入ってる入ってるこれはちょっと見た感じ普通のカップやな。え、いつ開けたらいいんや、入った、でねー、あ、でもなんかちょっとミニサイズじゃない、あったかい、じゃじゃーん出てきた実物こんな感じ。あ、でも結構ミニサイズ、ほんまさ、ちょっと一口みたいな感じじゃない、そんないっぱい一気に飲めないんで、これぐらいの大きさちょうどいいや。私がまとめてて、まとめて出しておくから、あ、私がまとめてて出しておくから後で状態、うんうんうん、はい、じゃあ30円ピーチでいただきます。あんまこれはめっちゃうまいわ。でもなんか味的にはピーチティーっていうかアプリコット、そんな韓国語読めないんですけど甘い。でもこれも寒い時期にはめっちゃいいですね、このジュースでした。はい、とりあえずこれ飲みながらお店探してきます。こんにちは、池田真子です。はい今日は韓国一人旅ということでカンナムに来ました。でカンナムで今回いろいろ回ろうと思ってて、最初に、コスメ作りに行って、で服見て、雑貨見に行ってっていう感じで、ちょっとね、自分のいろいろ好きなことをやりに行きたいと思います。で最初はエスポアっていうお店にコスメ作りに行けるところがあるみたいなんで、それやりに行きたいんですけど、はい、こちらの10番出口出たところから行けるみたいです。なんで早速ちょっと携帯調べながら探して行こうと思います。行こう、美味しそう、あ、あったわ、ほんまに駅からすぐやった、出てまっすぐ歩くだけです。はい、ここでコスメを作ったりコスメを売ってたりできるみたいなんで、ちょっとアイシャドウをね作りに行ってきたいと思います。早速入ろう、え、押す？押すやったインスタ映えスポットちゃん。はい、今日のコーデは防寒スタイルふわふわ、これこれこれでアイシャドウが作れるみたいです。これをやろうと思います。このアイシャドウのやつできますか、ここから選ぶみたいです。あー、テンティサーザン2000円です。色はここからアイシャドウ、ブルーアイシャドウ、カラーチョイスチークチョキ、あー、オッケー、とこれ、これと、これと、このグリッターの場合はグリッターだけで作るみたいです。あ、すごいアイシャドウ作るの初めて見る。この中からも型が選べるみたいです。ありがとうございます。おお、かわいいすごいこれから選べるの、これお願いします、なんか書いてくれるみたいあ、神様にだー、
見てください、もらいました。嬉しい。はい、こんな感じでコスメ作ってきました。店員さんもすごい優しくてね、良かったです。ありがとうございます。で、このまま今カンナムなんですけど、高速ターミナル移動して、何だっけ、ショッピング楽しんでいきたいと思います。はい、高速ターミナル着いた。で、8の1か2のところに行ったら、この GoTo モールがあるみたいで、もうここからすでにお店いっぱいなんですけど、見に行こう。久々やな、こんななんか買い物いっぱいできるの。はい、もうこの奥、こっちもですね。ここ全部もう店なんで、ちょっといろいろ見ていこう。特に何が欲しいってないんですけど、なんか服かわいいのあったら欲しいな。1900円。で、なんかあったかそう、ふわふわ、かわいい。もうほんまにさ、ちょっとあんな感じでさ、結構韓国のお店いろんなところで、その場でもご飯食べてるんですよね。だから結構お店からいい匂いしてくる。ご飯食べるところとかもあるから、なんかいろいろ見て疲れたりとかしたらお昼とかに食べれるかも。お寿司とかある。ちょうど歩いてたらさ、韓国に留学してる子が私の YouTube 見てくれてたみたいで声かけてくれました。ありがとうございます。最近さ、私も韓国ドラマをちょっとちょいちょい韓国語聞き慣れようと思って見てて、んで最近覚えたこともあるでって言ってたら、ケンちゃんだよって言いました。大丈夫って意味ですよね。また今度韓国語教えてもらおうかな。ちょっと探してたマフラーも変えて、ちょっとこれから新沙駅に移動します。で、雑貨屋さんあるんですよ、かわいい。そこ行こうと思います。高速ターミナルから2駅で行ける。はい、新沙駅の今8番出口のとこ来ました。で、こっから歩いて5分ぐらいのところにグラニットっていうお店があるみたいなんですよ。雑貨屋さんで、カロスキルのちょっと一歩外れたところにあるみたいなんで、そこ探しに行きます。待って、こんな中で怖すぎや、もう鳩に襲われかけた。寒さ的にはなんか日本よりもなんかあったかい気がする。湿度がそんななくて、なんかカラッとしてるんで、いい感じ。夜はやっぱ冷えるけど、全然いける寒さです。着いた。わ、なんかおしゃれ。荷物もこれ以上な、増えたら大変やな。すごい、待って、すごい、これやばない量。すごい量、普通にこれ滑りそうなぐらい。滑る滑る、すごないこの量。ちょっと一旦荷物置いてきて、もう一回入れてきた。今ミョンドンで、ちょっと次は最後にダイソー行こうと思います。大好きな、韓国行ったらもう欠かさず行ってるぐらいダイソーが好きなんですよ、ほんまに。可愛い雑貨もあるし。着いた。はい、ダイソー買ってきました。ちょっと袋を一緒に置いてきちゃって忘れたんで、紙袋を買ってその中に入れました。別でね、袋も売ってるんですけど、なんかこういう使えそうな紙袋とか買うとまたいいなと思って。はい、ということで今日の一人旅はこんな感じだったんですけど、なんか皆さんもこの行ってみたいなとかあったらぜひ参考にしてください。で、韓国と日本でなんかいろいろね、こうニュースとかでなってるかもしれないんですけど、韓国人の方はほんまに優しい方いっぱいで、今日もね、すごいなんか街中で話しかけてくれたりとか、親切な方がいたりとか、すごい私も助けられてるんで、
多分ニュースで見てる以上にあったかい方がいっぱいだと思うんで、安心して韓国遊びに来れると思います。ということで、この動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もしてるんで、そちらもぜひフォローお願いします。では、